はい、皆さんこんにちは、ピッツでございます。熱中プレー級2000に続きやってまいりましょう。タイガースは今日から神宮球場でスワローズと3連戦の初戦、福原さんの先発スタメンはこのままですね。スワローズは前田さんが先発、そして今葉さんとペタちゃんがね調子良さそうですね。プロ野球ファンの皆さんこんばんは。本日は大歓声のここ明治神宮野球場からスワローズ対タイガースの試合を実況は私三宅でお伝えしてまいります。マウンド上は今日の先発前田。流し打ち、よく追いつきました。上がりすぎやね。マウンド上前田、どうだ。おお、引っ張った、届きました、ホームラン。すごい際どい球をうまく当ててライトスタンドへのアーチです。今先制のホームランを放ったすごい、悠々とホームベースに向かいます。タイガース、これで早くも1点のリードです。1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。内角をよく見ています。伸びた、フォークか。これも入った。際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース追加点です。ランナーはありません。バッター、おー、やさみった。アリアス、甘い球を逃さず打って目を覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今ファン大歓声の中悠然とした足取りでホームへと向かいます。追加点です。前田、連打を浴びています。大きく外側へ切れていきました。伸びた、これもいった。これも入った。絶好球をうまく捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース追加点です。前田、このイニングには2打を浴びています。初球、あー、こぼした。思い切ってセカンドを狙う。スコアリングポジションにはランナーがいます。三遊間、ランナー三塁へ向かう。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。打ち上げた、はい、またさ、もったいない。ちょっと浅いフライだがどうか。これは帰れない。ようやくツーアウトまでこぎつけました。長い攻撃が終了しました。初回タイガース先制点を挙げています。さあバッターボックスには飯田、いいコースに決まりました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか。三球三振です。自慢の速球でどう攻めてくるか。いいコースに決まりました。
ツーナッシング。早くも追い詰めました。打球はショートへ。シングルヒット。ランナーは一塁。いいコースに決まりました。打ち上げてしまいました。これはアウト。これでツーアウト。ここは一発も期待できる場面。スタンドに入りました。ファウルボールです。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。タイミングを外して打たせました。そして一塁は1回の裏の攻撃がし塁には出したくないバッターです。いいコースに決まりました。ピッチャー返し。ノーアウトからランナーが出ました。初球から足を絡めてきた。二塁へ盗塁成功。右中間どうだ。三塁を回ってホームへ。今セカンドランナー悠々とホームイン。タイガースさらに差を広げました。すごい。ここでタイガース島田さんね、ここでリリーフ登板となりました。マウンド上島田。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。変化球から入った。痛烈な当たり。センター交代。掴みました。さあタッチアップランナースタート。ギリギリいっぱいセーフ。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。サード強襲。今ランナー悠々とホームイン。どうか、アウトだ。当たりは今一つ。一塁へ。二回の表タイガース追加点を入れてさらに差を広げ、ピッチャーにとって非常に嫌なバッターと言っていいでしょう。打球はセカンドへ。ノーアウトからランナーが出ました。際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。センターへ。これはどん詰まり。ここでワンアウト。ランナーは一塁。際どいところに入りました。引っ張った。ライト余裕を持って構えます。これでツーアウト。打線をつないでいきたいところ。際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。スタンドに入りました。ファウルボールです。左中間への打球だがどうか。ホームへ帰ってくる。ボールは帰ってこない。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。
一塁は2回の裏スワローズ1点を返しています。さあバッターボックスには浜中、打球はセカンドへ、ノーアウトからランナーが出ました。打球はサードへ、どうだ、間一髪セーフ。右バッターボックスには今岡、打球はサードへ、セカンドを回ってどうか、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。打球はショートへ、ホームを狙う、さあこれで満塁になりました。初球は外してきました。くっきりと分かれている両チーム、引っ掛けた、変化球を続けてきた、一気に勝負してくるか、引っ掛けた、ランナー三塁を蹴った、ボールは帰ってこない、タイガース追加点を入れました。あ、また3か。ああ、ここでリリーフ登板となりました。マウンド上川端、走者一掃のチャンスです。初球は外してきました。ライトへ飛んだ、悠々ホームイン、あー、アウトだ、アウトだ、タイガース追加点を入れました。スコアリングポジションにはランナーがいます。ファウルボール、3回の表タイガース追加点を入れて、さらにこの回は1番からの好打順です。いいコースに決まりました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。この打席もバットは不発、2打席連続三振、際どいところに入りました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか、これも三振です。高めの変化球は禁物です。いいコースに決まりました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか、なんと三者連続三振です。3回の裏の今日はホームランを放っています檜山、高め、ここは一球待ってみるか、これも見ました、確実に入れていきたい、バッター
ションにはランナーがいます。これはファーストへ、セカンドランナー三塁へ、あっとセーフ。高めの変化球は禁物です。ストレートから入った。打球はセカンドへ。初球は外してきました。この打球はどうか。入った。まあ、いい方だ。今岡、甘い球を逃さず捉えてレフトスタンドへのアーチです。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上石井、すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。これはアウト。ピッチャーは石井。ファウルボール。一気に勝負してくるか。二遊間抜けるか。ランナーは一塁。初球スチール、二塁へ。あ、本当か。あら、失敗。ファウルボール。打球はサードへ。一塁は、これはアウト。4回の表、タイガース追加点を入れて、まだ疲れは見えません。福原。当ててきた。あー、抜けた。ノーアウトからランナーが出ました。ピッチャー返し。スコアリングポジションにはランナーがいます。打ち取ったか。そして三塁、これはいきません。おいおい。さあ、これで満塁になりました。ストレートから入った。ボールか。タイミングが合いません。内角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。ホームを狙う。バックホーム。ギリギリいっぱい、セーフ。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。スタンドに入りました。ファールボールです。も追い詰めました。打球はセカンドへ。二塁フォースアウト。463のダブルプレー。ナイスフィールディングです。打線をつないでいきたいところ。
ストレートから入った。ストレートを続けてきた。一気に勝負してくるか。三球三振。いやー、マジ打たれた。スワローズ2点を返しています。今日はホームランを放っています。若武者伸びる、懸命に下がって入った。絶好球をうまく捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。打球はショートへ、一塁へ、これはアウト。ランナーはありません。右中間の打球だがどうか。ポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。ピッチャー返し、ランナー三塁へ向かう。余裕を持ってアウト。アウトを2つ取りました。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。二遊間、ランナーは一塁。流し打ち、どうか。素晴らしいキャッチ。取られちゃった。5回の表、タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。お、飯田さんに代打。ここで代打を出してきました。バッターボックス、副島。今のところ疲れは見せていません。福原、際どいところに入りました。打ち上げてしまいました。難なく取りました。ランナーはありません。いいコースに決まりました。詰まった、シングルヒット。もっと塁を埋めていきたい。早くも追い詰めました。打球はサードへ、ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。右中間が2つ、ランナーホームへ。スワローズ追撃しています。ヘタジーに、すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。この球には手を出しません。早くも追い詰めました。最後は外の変化球。まだピンチが続きます。ストレートから入った。5回の裏、スワローズ、ここで代打を出してきました。バッターボックス、沖原。
今のところ疲れは見せていません。石井、これはどうだ。入った入ったー。沖原、甘い球を逃さず捉えてレフトスタンドへのアーチです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。ファウルボール。一気に勝負してくるか。打球はショートへ。ランナーは一塁。初球スチール、センターへ。おーっと、三塁に行く。走者一掃のチャンスです。初球打ち、ランナーホームに突っ込む。さあ三塁へ。タイガース、追加点を入れました。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。あー、一塁線。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。初球は外してきました。内角をよく見ています。ジャストミート。オッケー、マホちゃんでいった。絶好球をうまく捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。あ、いつきさんね。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、山本。ランナーはありません。タイミングが合いません。この段階で決めてくるか。ピッチャー返し、これはアウト。ピッチャーは山本。一、二塁間抜けるか。今日はホームランを放っています、沖原。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。うまく捉えた。おっと、ランナー三塁を蹴った。ボールは返ってこない。タイムリーツーベースを打って、そして打順は1番に帰ります。
勝負してくるか。レフトへ飛んだ。詰まった。長い攻撃が終了しました。6回の表、タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、西川。今日タイムリーヒットを放っている岩村。いいコースに決まりました。ライト落下点に入りました。マウンド上、西川。際どいところに入りました。見ました。一塁へ。6回の裏の攻撃が終了しまして、この回のスワローズ今日は大当たりです。若武者ピッチャー返し、あー抜けた。ノーアウトからランナーが出ました。初球から足を絡めてきた。二塁へ、スチール成功。ファウルボール。初球は外してきました。さあ犠牲フライになるか。落下点に入った。三塁ランナースタート。際どいところセーフ。木山犠牲フ。明暗がくっきりと分かれている両チーム。惜しい。飛距離は十分でしたがファールボールです。打球は三遊間。一塁ランナーセカンドで止まる。スコアリングポジションにはランナーがいます。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、山部。さあ、八木さん行きましょう。タイガース、ここでダメ押し点を入れに来たか。いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。初球は外してきました。
際どいところわずかに外れています。いいコースに決まりました。打球はサードへ、二塁ランナーホームへ、はい、一発アウト。このチャンスにタイムリーヒットを放ち、ピッチャーは山部。レフト線はファウルボール。一気に勝負してくるか。センターへ、一塁ランナーセカンドで止まる。この打席でサイクルヒット達成なるか。ランナー三塁を蹴った。タイガースさらに差を広げました。すごい。ここで走者一掃のチャンスです。豪快に引っ張った。おっしゃー、いったいった、入った。30点目初めてじゃないかな。際のいいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。あ、先発のホーチスさん明日の予定やったんじゃないかな。これスワローズ小刻みな継投を見せています。ランナーはありません。ファウルボール。センターへ、センター余裕を持って構えます。7回の表、さあ今日は成本さんでいきましょう、はい、ここでリリーフ登板となりました。マウンド上成本、この回は1番からの好打順です。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。ファウルボールです。打ち取ったか。オッケー。これはアウト。ピッチャーは成本。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。三球三振です。ライトはどうか。あー、こぼした。ツーアウトからですがランナーが出ました。外外と来ています。さあ次の1球は、打ち取りました。素晴らしい。7回の裏の攻撃がマウンド上、ホッチス伸びる、伸びる、今日2本目入った。絶好球をうまく捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで勝利をほぼ確
分かれている両チーム。打球はファーストへ、自らベースを踏んでアウト。ランナーはありません。いいコースに決まりました。センターへ、センター落下点に入りました。この打席でサイクルヒット達成なるか。際どい、どうだ。おお2本目、絶好球をうまく捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。ホッキーズ、このイニングには2打を浴びています。打球はショートへ、抜けた。2アウトかな。ランナーは1塁。打球はサードへ、どうだ。8回の表、タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。さあバッターボックスには古田。強引に打った、有吉さんのゴロやった。ノーアウトからランナーが出ました。もっと塁を埋めていきたい。いいコースに決まりました。ボール球を振ってきた。早くも追い詰めました。一球間を置きます。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、あー抜ける、セカンドを回ってどうか。ホームへ帰ってくる。一塁ランナー一気にホームイン。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ストレートから入った。打球はセカンドへ、一塁はワンダウンです。スコアリングポジションにはランナーがいます。三遊間、ボールは三塁へ。またさあ与えられた仕事を、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ストレートから入った。早くも追い詰めました。三球三振。まだピンチが続きます。ストレートから入った。早くも追い詰めました。打ち取ったか。そして一塁は、8回の裏、スワローズ1点を返しています。あー、高津さんか。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上高津、この打席でサイクルヒット達成なるか。うわ、今めっちゃスライダーに見えた。進化やったのね。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。打球はショートへ、一塁へ、余裕を持ってアウト。伝家の宝刀のシンカーをどう使ってくるか。
ストレート、視野ね、変化球強いの知ってるから。この球も見ました。スタンドに入りました。ファールボールです。打球はセカンドへ。余裕を持ってアウト。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。内角をよく見ています。タイミングが合いません。これは平凡な当たり。これはアウト。9回の表、この回のタイガース3人で、あと3人抑えてしまいたい。この段階で決めてくるか。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはライト線はファウルボール。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。ファウルボールです。さあ勝負球です。余裕を持ってアウト。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。三球三振です。やや疲れが見え始めています。成本、一、二塁間抜けるか。ツーアウトからですが、ランナーが出ました。初球から来た。余裕を持ってアウト。興奮冷めやらぬ明治神宮野球場からナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガース、スワローズを下す結果となりました。はい、ということでタイガースは何本ホームランが出た。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11本ね、猫ちゃん覗いてもごめんなさい、8本かな。あ、そうですね、今岡さんが2本、檜山さんも2本ね、有谷さんも46号ね、いい当たりでしたね、あれはね。おじさんちょっとね、第一打席のあの一発はちょっとびっくりしましたけどね。福原さんが、めでたく20勝目、前田さん8敗目、成本さんは、なんとか3回ね、投げて16セーブ目ですよね。打撃成績、もう8打席回ってきてるのにね。赤星さんは8の6、坪井さんも8の5。で、猫ちゃん8の6の3ホーマーね、あとはシングル3本ね、有安さんは3安打1ホーマー、ショート引っ掛けたあたりがちょっと多かったよね。最後の高さはちょっと厳しいな、あんまり見慣れてないから当たらんかったね、ほとんどね、まともに。檜山さんもホームラン2本の4安打、浜ちゃんもホームラン4安打のホームラン1本、矢野さんは、長打はなかったけどね、うまくね、落としましたね、野手の前にね。で、今岡さんが、5安打の2ホーマーですね。福原さんはピッチャーでちょっと無理させすぎてね、ヒットは出ませんですけど、木原さんがちょっとその代打でね、回ってきて2打席回るとかもなかったんですけどね、最初の打席にホームランとね、
その後もう1打席回ってきて、レフトへのツーベースね、1人で2打点稼いでますね。八木さんも、レフトへのヒットで、何もさみヒット出ましたね。さあピッチャー陣はちょっと福原さんね、打ち込まれましたね、今日は久々にね、自責点4、まあ、まだ防御率1切ってますからね、なんとか頑張ってますね、6奪三振です。西川さん、久々に投げましたけどね、ちゃんときっちり、打者さんに、ね、7球で終わらせてますね。で、成本さんも1失点して、防御率はちょっと1.10 ですけど、まあ、三振は4つ取ってるという状態か。はい、ということで、ごめんなさいね、50分くらいの、ね、動画になってしまいました。長い時間お付き合いありがとうございました。今日は初の、ね、30点超えという、ね、結果でした。また明日です。さよなら。